はい、皆さんこんばんは、Bレジェンドの柿谷です。今回はですね、どうして僕がですね、こう筋トレを始めたのかっていうことをですね、お話ししていきたいと思います。まず僕まだ筋トレをやってですね、たった5年ぐらいしか経ってないんですね。5年しか経ってないんですけれども、じゃあどうして始めたのかというと、実はトレーニングありきで B レジェンドじゃなくてですね、 B レジェンドありきでトレーニングだったんですね。で、B レジェンドプロテインをこう開発して作っていこうとした時にですね、やっぱりこうトレーニングする人の気持ちがわからないとダメだということで、それでじゃあトレーニングしてみようかなと思って始めたんですね。で、もちろんこう海外の製品を取り寄せてね、いろんな商品を、国内外のいろんな商品を飲んで、テストっていうのをしたんですけれども、それだけではそれでダメだと、トレーニングする人の気持ちわからないとダメだということで、トレーニングを始めました。そして、自宅の近くにあるですね、フィットネスクラブに入ってですね、大体週3回ぐらい最初トレーニング、してました。そして、行くたんびにね、大体最初はマシンを一通り使ってですね、1ヶ月ぐらいかな、経ったところで少しこうフリーウェイトのところに行ってみたりですね、毎日ね、もうめんどくさいな、邪魔くさいなと思いながら行ってました、正直言うと。なんだけど、プロテイン売るためだと頑張ろうと思って行ってました。そしてフリーウェイトのところに行く時もですね、上級者の方がこう結構やってるからね、そういうのを見ると、やっぱり自分みたいな初心者が行くのは非常に行きにくいなとか、自分当時まだね、体も今以上に、ダメな体だったんで、鏡の前でね、フリーウェイトでやってるこうマッチョな人たちを見るとですね、引け目を感じるなとかね、あっち行きにくいなとかって思ってたりしました。なんですが、そんな気持ちをね、感じながら、2ヶ月、3ヶ月、本当にちょっと毎日めんどくさいなと思いながら頑張って、そして半年経った時に、今でも覚えてます。こうね、二頭のね、この胸とこの二頭のこの境目、このセパレートが、半年ぐらい経った時にちょっと見えてきてですね、あれと、ちょっとこうなんか、あれ筋肉ついてないみたいなね、感じで思ってですね、そう思い出したぐらいから少しこうトレーニングが楽しくなりだしてですね、で、いろんなこと分かりました。3ヶ月、本当にもう邪魔くさいなと思いながら行ってですね、僕らが仕事だと思っていても面倒くさいと思っていたのに、もちろん皆さんね、行こうと思ってお金払って行くわけですから、興味持って楽しみを持って行かれるんですけど、やっぱりね、仕事が忙しいとかそういった理由から行けないっていうこともたくさんあると思います。だったらやっぱりね、3ヶ月ぐらいで辞める方が多いっていうのもわかる気がしました。そしてトレーニングをしていく中でこう体の変化をね、感じたことで、いい感じみたいなって思う気持ちもよくわかりました。で、そんなこんなで、やっぱり皆さんの気持ちを知りたいで、やっていたのがだんだん本当にね、純粋にトレーニングが楽しくなって、もう今だったら疲労さえ抜けてくれるのであれば毎日でもやりたいぐらいのつもりで、疲労蓄積してきますから、オフ入れないとダメだし、もちろん仕事で忙しくてね、もう夜まで仕事かかっちゃったりした時なんかだったらトレーニングできない日もあるんですけれども、それでも今はね、やはりトレーニングをしっかり、常にどっか筋肉痛がね、出てないと嫌というか気持ち悪いというかね、筋肉痛あってほしいなみたいな気持ちも分かるようになってきたので、一応ですね、トレーニングの端くれというような形になったんじゃないかなというふうに思っております。はい、ということで今回の動画はですね、どうして、私がですねトレーニングを始めたのかというお話でした。また皆さん何かね、ご質問等ありましたら、こちら質問欄概要、コメント欄にですね、残していただければと思います。それでは皆さん、また皆さんのトレーニングを始めたきっかけをぜひ書き込んでください。よろしくお願いします。さよなら。